エドウィン・ピー・モロー、エドウィン・ポーチ・モロー、1877年11月28日から1935年6月15日は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、1919年から1923年まで、第40代ケンタッキー州知事を務めた。就任当時の共和党の典型的な政策、すなわち、 アフリカ系アメリカ人への平等な権利を主張し、暴力行為を鎮めるために武力を使った。1883年に知事候補になった父のトマス・ゼット・モローや、1895年に知事に当選したウィリアム・オーブラッドリーから共和党の主義主張について教えを受けていた。二人ともケンタッキー州で共和党を立ち上げた党員だった。米西戦争。 1898年から1899年に参戦したが、戦闘に直接関わることはなかった。1902年にシンシナティ法学校を卒業し、ケンタッキー州歴シントンで法律実務を開業した。自白教養と偽証によって、殺人罪で告発されていた黒人の無罪を勝ち取ったことですぐにその名声を得ることになった。1910年、 ウィリアム・タフト大統領からアメリカ合衆国東、ケンタッキー知県時に指名され、1913年にウッドロー・ウィルソン大統領から解任されるまで務めた。1915年、友人の民主党員、オーガスタス・スタンレイに対抗して、州知事選挙に出馬した。選挙では471票という僅差で敗北し、ケンタッキー州知事選挙の歴史では最も接近した結果となった。 モローは1919 19年州知事選挙にも再度出馬した。対抗馬は民主党現職のジェームズ・ D ・ブラックであり、その年の初期にスタンレーがアメリカ合衆国上院議員に就任したことに伴い副知事から昇格していた。モローは有権者に1915年の誤りを正すと訴え、女性参政権、人種暴動の鎮圧など、 進歩主義的考慮で選挙運動を行った。具体的例を挙げて民主党政権の汚職を告発した。選挙では対象した。1920年の議会は有効的であり、反臨地方、州政府の再編成など政策の多くを法制化し実行した。この年には一人の黒人囚人を臨地から救ったことで全国的な評判を呼んだ。暴動を防止しなかったり、 沈められなかった、地方役人を辞めさせることに躊躇しなかった。1922年までに民主党がケンタッキー州議会の勢力を取り戻しており、知事任期の後半ではあまり成果を上げられなかった。知事を辞した後、アメリカ合衆国鉄道労働者評議会と鉄道仲裁委員会の委員を務めたが、選挙で選ばれる役職に就くことはなかった。 フランクフォートでいとこと共に暮らしていた1935年6月15日に心臓発作で死亡した。エドウィン・ポーチ・モローは1877年11月28日にケンタッキー州サマセットで生まれた。父はトマス・ザンジンガー・モロー、母はバージニア・キャサリーン、旧姓・ブラッドリーだった。この父母には8人の子供が生まれ、エドウィンと双子の兄弟・チャールズが その一番下だった。父はケンタッキー州で共和党を立ち上げた党員の一人であり、1883年には州知事選挙で同公認候補になったが落選した。母は1895年に州知事に当選したウィリアム・オコーネル・ブラッドリーの姉妹だった。モローの幼い時はサマセットの公立学校で教育を受けた。 14歳の時にレバノン近くにあるセントメアリーズカレッジの予備校に入学した。1891年から1892年までそこで学んだ。その後、ウィリアムズバーグにあるカンバーランドカレッジ、現在のカンバーランド大学に入学し、ディベートの世界で頭角を表した。スポーツにも興味があり、アメリカンフットボールではハーフバックを野球では左翼手でプレーした。 1898年6月24日、米西戦争に従軍するケンタッキー第四不評連隊に兵卒として入隊した。最初はケンタッキー州歴新ン,ンに駐屯しており、その後アラバマ州アニストンで訓練した。チョーチフスが流行したために実戦に出ることはなく、1899年2月12日には、勝尉で除隊となった。 1900年、シンシナティ法学校秋学期に入学した。1902年法学士の資格を得て卒業した。モローは、歴ントンで、法律実務を開業した。最初期に扱った事件が殺人で起訴された黒人、ウィリアム・モスビーの裁判であり、それで評判を確立した。モスビーの第一審は、氷結不能賠償で終わっていたが、彼に不利な証拠は自白。 後に撤回であり、周りは第二審で有罪になると見ていた。担当の判事は、モスビーの弁護士を見つけられなかったので、若く働きたがっていたモローに白羽の矢を立てた。モローは、被告の自白が強要されたものであることを証明した。被告は、監獄の外に、臨時を要求するボートが待っていると告げられていたが、実際には、そのようなボートはいなかった。 さらにその他の被告に不利な証言が偽証であることも示した。モスビーは1902年9月21日に無罪となった。モローは1903年にサマセットに戻った。1903年6月18日にはキャサリン・ヘール・ワットルと結婚した。ワットルの父はモローの父について法律を勉強したものであり、エドウィンとキャサリンは遊び友達。 クラスメイト、恋人同士だった。この夫婦には、1904年に、エド・イナ・ハスケル、1908年に、チャールズ・ロバートの二人の子供が生まれた。1904年、モローは、サマセットの試験時に指名され、1908年まで、勤めた。1910年、ウィリアム・タフト大統領からアメリカ合衆国東、ケンタッキー地区検事に指名された。 この職を1913年まで務めたが、ウッドロー・ウィルソン大統領から解任された。モローが初めて政治の世界に入ったのは、1895年に、おじのウィリアム・オー・ブラッドリーの州知事選挙運動を手伝ったことだった。1899年、ケンタッキー州知事選挙では、共和党候補者ウィリアム・エス・テーラーが、ブラッドリーに選挙で支持してもらうことと引き換えに、モローを シューツトム長官にすると提案してきたが、ブラッドリーが拒否した。モローは1911年州知事選挙に友人から立候補を進められたが、辞退した。1912年、トマス・ペインター、民主党が持っていた、終選室アメリカ合衆国上院議員の議席について共和党の候補に選ばれた。ペインターは再選を求めないことに決め、民主党は、 クリッテンデン軍のオリーエム・ジェームズを候補に立ててきた。衆議会は民主党が優勢であり、ジェームズで一本化されていた。衆議会上下両院合同の投票で、ジェームズが105票を得て、28票のモロを破った。翌1913年にアメリカ合衆国憲法修正第17条が成立したので、これはケンタッキー衆議会が上院議員を選んだ際の機会になった。 1915年6月15日に歴シントンで開かれた共和党州大会で、モローは共和党の州知事候補に選ばれた。この時の党内対抗馬はラッド・ F ・マクローリンだった。民主党の対抗馬は親友でもあるオーガスタス・スタンレーだった。モローはそれ以前の民主党政権が汚職をしていたと告発し、汚れた砲儀では家をきれいにできないと言って共和党への投票を訴え、 モローもスタンレーも、進歩主義的な考慮で運動を行い、接戦となったが、最後はスタンレーが471票差で制した。これは、ケンタッキー州の知事選挙が始まって、以来の僅差となったが、モローは、その結果に対して、異議申し立てを行わず、それで、大いに人気を上げた。その判断は、異議申し立てをしても、ケンタッキー州議会が、最後に決めることであり、 議会の両院は民主党支配だったからだった。モローは1916年、1920年及び1928年の共和党全国大会でケンタッキー州の大議員を務めた。1919年、サイド党の州知事候補に満場一致で選出された。この時の民主党の対抗馬はジェームズ・ D ・ブラックだった。その年の5月にスタンレーが アメリカ合衆国上院議員に就任したことに伴い、ブラックが副知事から昇格していた。モローは、州の有権者に1915年の誤りを正すと訴えた。この時も、進歩主義的な考領を作り、ケンタッキー州憲法を改定して、女性参政権を認めよと訴えた。スタンレーから、ブラックの民主党政権を腐敗していると攻撃した。 投票日が近づいた頃に、州の統制委員会が存在しない会社と契約していたことを暴露した。歴史家のローエル・エイチ・ハリソンは、この暴露に続いて、ブラックがその委員たちを罷免しなかったことがおそらくその敗北につながったと見ていた。選挙ではモローが4万票以上の大差で当選した。ケンタッキー州知事選挙で、共和党員が勝利した中では、最大の票差となった。 1920年1月6日、諸内知事はアメリカ合衆国憲法修正第19条女性参政権の批准書に署名した。ケンタッキー州は同法案を批准した23番目の州になった。右の写真はその署名の瞬間であり、ケンタッキー州平等権協会の会員と共に収まっている。1920年の州議会は共和党が会員で多数派。 上院で2議席足りない少数派だった。この会期の間に、モローは、グラント軍選出の民主党上院議員、CW バートンを説得して、共和党の提案を支持させることが多かった。上院で賛否同数となった場合には、共和党員副知事の S スラストンバラードが、決定票を投じることができた。その結果、モローは、 当政委員会を無党派の事前と強制の委員会に置き換え、道路工事を中央集権化し、資産税を改定するなど、州政府の再編成にかなりの効果を上げた。教育体系の改善を監督し、教科書選定を改良し、競馬場にかけた税金を、教師の最低賃金補助に使った。モローが提案し、成立しなかったものは、裁判官の無党派かだった。 隠蔽武器傾向に対する州法の強制や、空ク,クラックスクランの活動に対する制限強化を奨励した。知事に就任して、最初の年に認めた恩社は100件に過ぎなかった。これは、前任知事に比べるとかなり少ない数字だった。第35代州知事の JCW ベッカムは、就任1年目に350件の恩社を認めており、第37代、ジェームズ・マクリアリー。 知事として2期目は19件、第38代、オーガスタス・スタンレーは257件だった。南部で人種間暴力を排除するための団体である人種間協力委員会ではモローも活動的委員になった。1920年2月1日、黒人で第1次世界大戦の退役兵、ウィル・ロケットが殺人罪で裁判にかけられたとき、これを守るためにモローは、 レキシントンに衆軍を派遣した。モローは、衆兵長官に、あの黒人を、法の手の中で保つためにできる限りのことをしなさい。彼が、ボートの手に落ちれば、あなたが生きていられるとは思っていないと告げた。ロケットはすでに弁護士の助けなしに殺人を、自白していた。その裁判は30分間しかかからず、ロケットは有罪を認めたが、死刑ではなく、終身刑を求めた。 その単元にもかかわらず、電気椅子での死刑を宣告された。ロケットの裁判が進行中に、裁判所の外には、数千人の群衆が集まった。あるカメラマンが集まっている者たちに、拳を振り叫び声を上げてくれれば、写真に撮れると頼んだ。群衆の他の場所にいた者たちが、彼らは裁判所に殺到しているのだと思い込み、前に押し寄せた。それに続いた小競り合いの中で、 警官一人が腕に重傷を負い、後に切断されることになった。周辺が発砲し、6人を殺し、約50人を負傷させた。群衆の中には、近くの店に入って、報復のための武器を探した者もいたが、午後の半ばまでに、近くの軍隊基地から援軍が到着した。戒厳令が宣言され、それ以上の暴力沙汰は起こらなかった。その1ヶ月後、ロケットはエディビルにある、 ケンタッキー州立刑務所で処刑され、この事件は州や地方の当局によって臨時を要求するボートを武力で鎮圧したことではアメリカ合衆国南部で初めてのことと考えられている。モローは全米国人位向上協会から賞賛の電報を受け取った。国内の新聞の大半はこの事件を好意的に扱った。W.E.B. デュボイスはそれを 第二の歴史ントンの戦いと呼んだ。モローは、州内の暴力を終わらせるために州軍を使うことでは、守備一貫していた。1922年、ニューポートでの工場ストライキの暴力を沈めるために、再び州軍を派遣した。モローは、地方の警察からも一貫性を要求した。1921年、ウッドフォード軍の極利を一人悲鳴した。この者は、 黒人囚人が隣地されるのを許し、犯人の逮捕と有罪確定に結びつく情報に対して2万5千米ドルの報奨を提案していた。バーセールズの住人は囚人が隣地されたことよりも、極利が罷免されたことに激怒した。地方役人は捜査に関わることを拒否し、隣地を行った者は逮捕も告発もされなかった。地方役人は極利の妻を ごっくりの務めを終わらせる役に指名し、悲鳴を回避させた。1922年8月、ジャック・イートンという行商人が若い少女数人を襲った角で逮捕された。少女たちの両親は、告発を後押しすることを拒否し、イートンは釈放された。後にイートンはボートに捕まり、何か所か切りつけられ、傷口にテレピン油を流し込まれた。捜査によって、スコット軍の保安官が、 意図的にボートの中にイートンを追い込んだことが分かり、モローはこの保安官を解任した。イートンは白人だったが、他の極利がリンチやボートの暴力に対して守ろうとする動機になることを期待して、黒人たちはこの解任を喜んだ。1920年、モローはアメリカが州国副大統領の候補者になると噂されることが多かったが、知事である間は、 他の行為の役職を求めないと選挙中にした約束に固執し候補者名簿から外させた。1920年7月27日、マサチューセッツ州のサンプトンで演説を行い、カルビン・クーリッチを副大統領候補に押した。大統領候補にはフランク・オローデンを押したが、ウォレン・ハーディングが指名された。モローは投稿人候補のために活発に選挙応援を行った。 1922年、モローは議会に対する演説で、修道体系改善のためにも、レレレレレレレベードルの拠出と、夫人の平等権を否定するすべての法の撤廃を求めた。また、州内の大学、学校、刑務所、病院を改善するために、多額の収裁発行も推薦した。しかし、この時期までに、共和党は、会員の多数派を民主党に譲っており、 実際に、モローの提案はすべて否決された。モローは70万ベイドルの予算配分など民主党の提案した法案いくつかに拒否権を使って反撃した。1922年議会の成果としては、反林地方、懲役の廃止、マレーとモアヘッドでの市販学校設立の法案成立があった。今日、これらの学校は、マレー州立大学とモアヘッド州立大学に、 なっている。1922年議会は、マイオールド、ケンタッキーホーム州立公園を統治し始めたことと、ジェファーソン・デービス記念碑の建設承認もした。ロケット裁判の扱いでモロは、全国的な賞賛を得たという事実があったが、歴史家のジェームズ・クロッターは、ケンタッキー州知事として確固としたむしろ典型的な、記録の背後に置かれていると述べていた。 モロウの財政的な保守主義と1922年に議会を支配できなかったことをそのパッとしない評価の理由にしている。ただし州内で人種間の平等を前進させたことは称賛していた。ケンタッキー州憲法の規定により州知事は連続二期就任できなかったので、その政権の業績は1923年の 知事選挙で共和党後継者と目されたチャールズ・アイ・ドーソンを当選させるまでには至らなかった。モローは知事を辞した後、サマセットに戻り、偏見の根絶と寛容の推進に献身する組織である共和国の見張りで活動した。アメリカ合衆国鉄道労働者評議会の委員を1923年から1926年、その後継組織である 鉄道仲裁委員会の委員を1926年から1934年まで務めた。1934年にはケンタッキー州第一級選挙区からアメリカ合衆国会議員を狙ったが共和党のジョン・エム・ロブションに公認指名を取られた。この予備選挙で敗北した後、モローは歴シントンに戻って法律実務を再開しようと考えていた。 フランクフォートで一時的に男と,と共に暮らしていた1935年6月15日に突然の心臓発作で死亡たフランクフォート墓地に埋葬されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。